はい、皆様こんにちは。じゃあ、はい、今日は沼にはまるおじさん 第2弾。またね、いろいろポチったんでね、紹介していきたいと思います。じゃあよろしく。はい、今日ね3箱ありますね。3箱、この一番下の大物から開けていきます。先週、先々週ぐらいかな、インスタ360 1R、 これをポチったじゃないですか。これがね、あのライカのレンズと1インチモジュールで、こちらが360度レンズアダプター。これでね、撮影したのをちょっと今編集してるんだけど、これは面白い。最高ですよ。このカメラはね、ほんとね、最高だと思う。もうね、惚れましたね、これ。べた褒め。なんだろうね、別世界。今までに見たことないような世界を切り取れる動画に残せる。もちろん1インチモジュールもすごい高画質でいいんですよ。いわゆるね、アクションカム系の沼に再びハマったって感じかな。ソニーのアクションカムでね、あれだいぶ使ったからね。でもね、買い替えてね、よかったな。買い替えてってまだあるんだけどね、ソニー。これはよかった。で、この辺に関するアクセサリーパーツとかちょこっと頼んだのと、もう一個新しいの頼みましたんで、それ紹介していきます。はい、ではまず一つ目いきますよ。オープン。何かというとね、GoPro Hero 10。これね、セットものなんだけど、Amazon 見てたら、1万4000円引きになってたんですよ。いろいろパーツついてて、予備バッテリーとかついてて、通常でこの Hero 10だけだと6万7000円とかするのかな。わかんないけど。これがいろいろついてて、7万2、3000円で買えたのかな？ 1 万4000匹。いやー、私ね、お酒飲んでなかったけど、ポチっちゃいましたね。じゃあ開けていきます。これなんか特別なパッケージなのかな？箱がいいやつ入ってて。マグネット式でね、いいんですよ、ほら、きっと。じゃあ1個ずつ見ていきますか。これが本体だね。本体から。これセットね。これで一つのセット。なんかね、3種類ぐらいセットあったんだけど、一番ね、物が入ってるセットにしました。はい、オープン。素晴らしいね、こうケースに入ってて。パカリ。おお。まあ、今更感あるんだけどね。説明書。これが本体。ということで、まずは GoPro 本体。次入ってたのがこれ。これはね、クリップですね。おーい。出てきた。はい、クリップのアダプターですね。家庭は。ここがね、なんか磁石になってるみたいなんで、カメラつけて、金属面にパチッてつけて。あとこれね、リュックの紐とかに挟んで、歩き動画。私、山ちょこちょこ行くんで、これ使うと面白そう。続いて入ってたのが、自撮り棒かな。オープン。小さいね。これが開くんだろう。わ、硬い。三脚になりますね。で、伸びる、伸びる。これで自撮り棒。長い自撮り棒で、ドローンが撮ったような映像で撮れるんですよね。予備バッテリーですね。GoPro もね、アクションカム系 4K で撮ったりするとね、すげえバッテリーの持ち悪いんですよ。なんでね、予備バッテリーはいくつあってもいいって感じ。はい、バッテリーですね。これね、
マイクロ SD も付属されてましたね。これね、すげえ豪華なんですよ、この箱。厚手の。それで最後が、これ。これは、なんか、紙。これはね、あってもなくてもいいんだけど、トートバッグですね。GoPro のトートバッグ。なんかちょうどパソコン入れるのに、ノートパソコン入れるのにいいような大きさで。もうかなり豪華だな。いや、これはかなり質感いいよ。マグネット式。いいね。はい、GoPro は、の本体の方はこれで以上です。次。はい、次がね、GoPro のメディアモジュラー、オープン。これですね。メディアモジュラー。で、ここがマイクになってるんですね。これが後ろ側か。前面マイクと後ろのマイク、これ切り替えられるみたいなんですよ。このタイプ C がここにこう入るようにガッチャンって、こんな感じですね。結構大きくなってきましたね。はい、次はね、これね、箱潰れてるんだよこれはね、GoPro 用のシリコンケースですね。それとこれね、蓋。それとこれはキャップ。これと一番欲しかったのがこれか。これがね、保護フィルム。保護フィルムですね。これとストラップ。とりあえずこれ後で貼ろうと思います。いいね。はい。次。ドン。次は今朝来たやつ、開封。何注文したかな？あ、まずこれね、これがね、GoPro の予備バッテリーですね。ケース付きの。サードパーティー製予備バッテリーですね。純正のバッテリー2つと、この予備2つ。4つで運用していこうと思います。で、GoPro ね、このバッテリーの充電器なかったんで、これね、1回に3個入れられるんですよ、充電。3個入れて、持ち運びにもいいし、このまま3個同時に充電できるんで、非常によろしい。はい、次。はい、次がね、これインスタ 360R の予備バッテリーをもう一個買いました。今2つあるんだけど、結構ね、 4K で撮ってるとね、360度モジュールだと 5.7K とかで撮れるんですよ。バッテリーの消耗早いからね、予備バッテリー追加ですね。ここに1個予備バッテリーあるんですけど、追加で買ってあります。で、これがね、充電器なんですよ。で、 USB-C にケーブル挿して充電本体でしてたんだけど、バッテリー増えてくるとね、めんどくさいでしょ。これ1回にね、2個こうやって同時に充電できる代物ですね。次はこれ、360度レンズのレンズカバーですね。はい、こういったものです。このね、360度レンズ前後についてるんですけど、わかるかな、これ出目金になってるんですよ、両方。非常に危なっかしいんで、このレンズの保護フィルター、これをね、やってみました。付け方わかんないけど、これで360度のレンズを保護する撮影中に、もちろんこれね、純正ケースでしかできないけど、ドーン。次、3箱目、ドーンドーン。これは何買った？
これはウランジでね、ミニの照明買ったんですよ。ライト。今ライト使ってるんだけど、照明。でかいのじゃなくて、こういうね、GoPro とかにつけられる小さいやつ。これ RGB のね、色の切り替えができるやつで、3000円ぐらいだったかな。これね。まあ、こんな小さい照明だから、あの、キャンプ動画撮影とかでは、ね、バーッと照らしたりはできないんだけど、手元をね、手元を明るくしたりするのに、まあ、近距離ね、近距離用に買いました。これとなんか今一緒にね、はい、これ入ってたんですよ。これ頼んだ覚えないんだけど、これおまけでついてきたのかな。グランジの三脚みたいの。これおまけですね。買ってないもん、これ。グランジの袋に一緒に入ってたから、これ、サービス品だな。伸びない。単なる三脚。自撮り棒。あ、伸びるわ、ほら。はい、以上で出揃ったかな。ね、ちょっと部屋の中がごちゃごちゃになっちゃったんで、ここで失礼したいと思います。これとこれで併用して、メイン、サブとかにしても、結局色味がね、合わないから。このカメラの色味と、このカメラの色味が。うん。だから、まあ、個別に使うようになっちゃうのかな。ラットとか当てて色味同じにできればね、こっちをメインでこう向けてて、こっちを360度で、車の中だったらね、360度で周りの風景撮って、これは前をガーッと凝視させてとか、あともこっちは、まあ、360度あれば人の方も向いてるわけだから、まあどうかな、色味の問題だね。要は同じメーカーのものを使うのが一番いいんだけど、色合わせは。まあ新しいアイテム手に入れたんで、一気にもう買っちゃいましたね。思う存分楽しんでいきたいですね。これでね、桜をねこう撮ったりすると、もう360度桜の天井とかができてね、すげえ綺麗に撮れると思いますよ。これ編集ソフトとかもね、充実してるし、うん、もちろん1インチで高画質で撮ってもいいし、 GoPro で広角でバーッと撮ってもいいし、まあ楽しみ増えましたんでね。今日はね、ちょっと周り汚れたんで、これで失礼させていただきます。それではさようなら、またね。